本当は薪とかで簡単するけど、多分手で。こんにちは、野人です。今日は新しいギアを買ったので紹介したいと思います。紹介するギアは焚き火用のです。販売が馬場町金物さんの焚き火用のを購入しました。開けてないのでちょっと開封していこうと思います。開封します。なんかあ、やっぱりこれいいね、焚き火用の。結構重厚感がありますね。おお、かっこいい、うん、こんな感じです、結構小さいですね、やっぱ、うん、もっと大きいと思ってました。コンパクト。これ、この買った理由も結構コンパクトになるのがいいなと思って、こういうレザーの革のカバーがついてて、なんか落ちてきましたよ。来ました、ありがとうございます。メッセージカード付き。もともと斧持ってなかったんでちょっと楽しみです。一応こんな感じの外観は、こんな感じで、もうハンドルのところは全部、フルタングの斧になってます。バトニングがフルタングなのでバトニングができます。普通の斧とかだったら木と斧の頭の部分が、くさびとかで固定されてて、でバトニングしちゃうと結構外れたり折れたりっていうのがあるので、まあ多分それを、そういうのがあるからっていうことでちゃんとバトニングができる斧。一応スペックの説明します。厚みが、9ミリの厚さのフルタングで、重さが 940g、まあ、1キロないぐらいですね。で刃先、ここが 115cm で、全長が 280cm、グリップが木製のウォールナットの木材でできてます。ちょっと見た目がツボだったので買っちゃいました。もともと斧は持ってなかったんですけど、スクラマっていうちょっとナタみたいなのを使ってて、硬い薪を割ったりするときにやっぱちょっと厚みが4ミリとかの厚みでなかなか割れなくて、インスタとかでちょこちょこかっこいい投稿を見かけたんで買いました。まだ使ってないですよね、さっき開けたから。使ってないってことは使っちゃう。割りたい、割りたい、割りたい、あろう。ちょっと薪を思いっきりやるのはまた後日、キャンプのどっかキャンプ場でやりますので、とりあえず試しレビューで簡単に使ってみます。しようか、完全に。お、すげえ。どうすか、ファースト。超軽く。ファーストパッカーは。うん、ファーストパッカー気持ちいいね。気持ちいい。多分ね、これね、ゆっくりでも割れると思う。そのままゆっくり割れる。やば。いい。この音が、音がいいよね。斧いいね、意外と。もう中で十分やろうと思ったけど。残骸。すっげえ割れるよ。切れ味もいいし、使いやすいね。多分全体が重いからヘッドの重さでこう遠心力かけたりしなくてもいい感じ。重さでもそのまんま割ろうとせずにもう乗っける感じですか。乗っける感じ。まあ本当は薪とかで簡単するけど、手でこれちょっとフェザースティックも
ってみましょうかね。どんなもんか。あ、いいですね。あ、フェザーもしやすいです。結構もうここのハンドルが、まあ、ナイフみたいな感じなんで、まあ、コントロールも重いですけど全長が短いんでハンドリングはいいですね。結構綺麗に、うん、いける。青のいらないかなって思ったけど、うんうん、ちょっと形に一目惚れしました。なるほど、うん、初斧ですね、うん、あとはちょっともうリュックとかそういうのに簡単に詰めやすいサイズがいいかな、うん、コンパクトか、うん、アルバートルのソフトコンテナ、あ、やってましたね、アルチリアコンテナ、あのまた別の動画でも紹介してるんですけど、そのソフトコンテナにやっぱりもう一つにまとまるように、そうそうそう、縦にこう仕切りがあるんで、そこに入るように簡単に巻き割りバトニングとかしかしてないですけど、結構いい斧でした。はい、もし購入ご検討の方いらっしゃいましたら参考にしていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。いいよいいよいいよ。